株式会社クラシカジャパンは2012年4月30日まで存在した東北新社の子会社。本記事では全機種会社及び東北新社が運営し2020年10月までスカパン、プレミアムサービス及びケーブルテレビ等にて視聴できたクラシック音楽専門チャンネルクラシカジャパン及び東北新社が運営していた。 インターネットテレビ局クラシカジャパンプラスについても記述する。日本唯一のクラシック音楽を専門に放送するチャンネル。ドイツクラシカが保有する映像ソフトを中心に毎日24時間、話題のオペラやバレエ、オーケストラから室内楽までのコンサート、音楽ドキュメンタリーなど、えりすぐりのクラシック音楽番組を配信していた。 1997年9月17日、東北新社により、株式会社クラシカジャパン設立。1998年1月、ディレクティビーにて開局。同年7月より、スカイパーフェクティビーにおいても放送を開始するとともに、一部、ケーブルテレビ局へも配信している。なお、加入者の減少に伴う業績の低迷のため、 株式会社クラシカジャパンは2012年5月に解散し、親会社の東北新社が本チャンネルの事業を承継。同年10月、ハイビジョン放送を開始。2012年12月1日、スカパー。プレミアムサービスの放送事業者が東北新社からスカパーアブロードキャスティングに変更。2014年5月31日、スカパー。 プレミアムサービスの放送を終了した。2016年12月1日、スカパー。プレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、スカパーブロードキャスティングから、スカパーエンターテイメントに変更。2020年10月31日、スカパー。プレミアムサービスやケーブルテレビでのテレビ放送を終了した。同年11月からはインターネットでの動画配信サービス。 クラシカジャパンプラスに移行したが、2021年3月31日で配信を終了した。AB、クラシカジャパン放送終了と継続視聴についてのご案内。クラシカジャパン、2020年8月19日閲覧。オプションチャンネル、クラシカジャパン放送終了について。株式会社ジュピターテレコム、2020年8月19日閲覧。 クラシカジャパンプラス配信終了のご案内。クラシカジャパン2021年4月6日閲覧。ありがとうございます。